さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタのカローラクロスをご紹介していきたいと思います。この車はカローラシリーズでなんと初となる SUV モデルで、カローラの世界観と SUV を掛け合わせたというとても注目度が高い、そんな一台となっています。私も様々なトヨタ車の SUV をご紹介してきましたが、こういう SUV が実は一番皆さんが求めていた形ではないかなと思うような素晴らしい仕上がりになっているので、最後まで一緒に詳しく見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードはハイブリッドの Z という最上級モデルとなります。全長4490mm、全幅1825mm、全高1620mm、燃費は WLTC モードで 26.2kg です。今回のお車はモデリスタのエアロ装着車なんですが、このトレンド感を感じる先進性にスポーティー要素を融合させた雰囲気、すごくかっこいいですよね。エアロが変に目立ちすぎていないという点からも、このお車のセンスの良さが感じ取れると思いますが、 SUV 後発組ならではのとてもバランスの取れた素晴らしい仕上がりになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この先進性漂う吊り上がったヘッドライトにロアグリルを強調したデザインといい、とてもスポーティーで存在感を感じるかっこいいフロントマスクとなっています。ここのヘッドライトの造形は真ん中にデイライトの白いラインを入れることで力強さと先進性を与えるとともに、この上側に配置された4眼のクリスタルの造形がすごく華やかで、技術の凄さも感じ取れます。またこの動物感的要素とメカ感をバランスよく調和させたデザインが、私はすごく新しいなと思っていて、この今までにない全ての中間的ポジションを生み出したフロントマスク、すごく人気が出るんじゃないかなと感じます。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト機能付きのフル LED 仕様となっています。なんとこの4眼の部分は流れるウインカーになっていて、この見栄えの良さや視認性も抜群なところはさすが期待以上の作りですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、前光を抑えたロングノーズに大型アルミホイール、刻印入りのメッキプレートといい、とても伸びやかで美しい、そんなサイドフォルムとなっています。どちらかといえば都会的に見えるような雰囲気ですが、このくっきりと動きのあるプレスラインや標準装備のルーフレール、フェンダー周りを厚くすることでアウトドア要素も感じられ、このフロント同様うまく調和したデザインがバランスが取れていますよね。タイヤは18インチです。今回はモデリスタ専用のアルミホイールを履いていて、このデザインもとてもおしゃれですよね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、安定感のある台形フォルムに薄型のリアコンビネーションといい、とてもアウトドア要素を感じるかっこいいリアフォルムとなっています。台形フォルムとはいえ少し丸みを持たせているのも特徴で、フロントマスク同様に少し動物的要素も織り交ぜたデザイン、やっぱり新しいものを感じますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、この一本一本細かくデザインされた造形、すごくかっこいいですね。発光する部分もリアコンビネーションの上側部分と、夜走った時の薄型で先進性を感じる雰囲気、これは迫力があるデザインだなと感じました。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、ブラックを基調としたとても高級感漂う上質なデザインとなっています。本当このお車はよく分析されているなぁと感じるほどのユーザーの意見をしっかり汲み取っている部分が多く、ある意味 SUV の集大成と思わせてくれるほどの素晴らしい仕上がりになっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロントには9インチの大型ディスプレイが搭載されています。こちらは通常7インチのものが搭載されるんですが、28,600 円で6個のスピーカー付きのこのディスプレイに変更することもでき、これは積極的につけたいオプションだなと感じました。その下にはエアコンの吹き出し口と、中央にはハザードボタン、ここにはピアノブラック加速が施されたエアコンの操作パネルがついています。先日のハリアのコーティング動画を見てくださった方なら同じ気持ちを分かってくれるかと思いますが、
このピアノブラック部分、ついあれで磨きたくなっちゃいますよね。温度調節はダイヤル式になっていて、運転席助手席ともに別々で調整することができ、表示もとても大きく、これはすごく操作性が良さそうです。さらにその下には USB ポートが一口と運転席助手席用のシートヒーターが備わり、なんと2段階で調整することができます。ここには小物置きがついていて、その後方には EV ボタン、ドライブモードの切り替えスイッチが備わり、エコ、ノーマル、パワーと3種類から走りを選択することもできます。さらにその後ろには本革巻きのシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。シフトもブーツ付きで、またここにはピアノブラックにサテンメッキラインと高級感も前面に出したデザインに仕上げられていて、こういう手元が豪華仕様というのは実はかなり所有感を感じる重要な部分だったりしますよね。そしてここにはもちろん電動パーキングブレーキとオートホールドのボタンも備わり、位置的にもベストな場所でとても使いやすいのは実感できたんですが、正直ここももう少し加速を施してくれたらもっと手元がかっこよく決まるのになとも感じました。さらにその後方には縦置きのドリンクホルダーが備わり、少しびっくりしたのが、このドリンクホルダー前後で深さが違う仕様になっていて、カップ系とボトル系などを使い分けて使用することができ、私のようにカップ系のコーヒーなどをよく飲まれる方にはありがたいデザインだなと感じました。ここにはアームレストも備わり、中は収納空間になっていて、収納力はそこまで広くはないですが、アクセサリーソケットが一口と、底面にはフェルト生地が貼られているなど、しっかり気になる部分を押さえているところはさすがだなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップの感触も良く、とても運転がしやすい印象です。ハンドルの左側でメーター内のディスプレイなどの操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げて前後上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは中央に大きくスピードメーターが配置され、全体的にブルーの配色というおかげもあり、とても見やすい印象です。またメーターの上に一つバイザーのような山がついているんですが、このデザインによってメーター周りの上質感がアップし、これはすごくセンスを感じる作りだなと感じました。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで本革とファブリックのおしゃれなコンビシートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、程よいクッション性も感じられ、快適に過ごすことができそうです。シート調整は運転席のみ電動で調整することができ、腰が当たる部分を微調整できるナンバーサポートもついています。そして足元には給油口を開けるレバーが単独で備わっています。それでは次にドアの内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、ソフトパッドに合成比較、大きなドアグリップにメッキ加色と高級感を感じるアウトドア仕様となっています。このグリップを見ると、あ、SUV なんだと改めて感じられる部分でもあり、こういう作りが実は力強さを感じられる大事なデザインだったりもしますよね。ドアを閉めた音はこのようになっています。フロント上部にはおしゃれなお店にありそうな照明が備わり、なんと全グレード標準で LED 仕様となっています。ここにはもうおなじみかと思いますが、ヘルプネットのボタンも備わり、事故や急病時はもちろんのこと、煽り運転に遭っている時にも対応してくれるので、これはすごく心強いですよね。さらにルームミラーはフレームレスのスタイリッシュなものが採用され、ただおしゃれだけでなく後続車の眩しい光を自動で抑えてくれる機能も備わっています。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と LED 照明が加わり、助手席前にはピアノブラックにソフトパッド、グローブボックスはもちろんゆっくり開き、容量はとても広いものになっています。
そして今回お借りした車にはオプションのパノラマルーフがついていたのですが、こちらご覧ください。後席までかなり広く開く仕様になっていて、この開放感は本当たまらないですよね。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。まずドア内側ですが、前の席とは少し仕様が異なり、ここにドリンクホルダーが備わっています。後席のシートは前の席同様、本革とファブリックのコンビシートになっていて、シートに座った感じもとてもよく、足元空間や頭上空間も程よくあり、これはとても快適です。ここに高さがあることで、後席でも乗り降りの際に頭をぶつけたりしにくくなっているのも嬉しいポイントですよね。また中央には後席用のエアコン吹き出し口と USB が2口も設置され、シート中央にはドリンクホルダー付きのアームレストも備わるなど、後席に関しては十分すぎるほどの装備で、これもポイントが高いなと感じました。さらにこのお車は2段階のリクライニング機能も備わっていて、長旅でのこういうちょっとした角度の差が実はかなり快適だったりしますよね。そしてルームランプはもちろん前の席同様標準で LED 仕様になっていて、もうここまでいろいろな装備がついているとなると、ライバル SUV もびっくりですよね。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ドアはボタンでもキックセンサーでもどちらでも開けられる仕様になっています。中はこのような感じで、車格からは想像もつかないほどのとても広々とした荷室空間になっています。さらに荷室空間を拡大したいときは、ここのレバーを引くことで簡単に後席を倒すこともでき、少し段差はありますが、容量重視の深さを作った構造なので、これは広い方が嬉しいですよね。いかがでしたか？本日はトヨタのカローラクロスをご紹介しましたが、この SUV 後発組ならではの徹底した分析力、これは本当に恐ろしいくらいによくできた素晴らしい SUV でしたよね。かゆいところに手が届くという言葉はこういう時に使うんじゃないかというほどのユーザー視点の作りになっていて、どの SUV にしようかと悩んだ時にぜひ一度は見てほしいと思えるような、そんな総合力の高い1台でした。そして今回はミーパーキング初のモデリストバージョンをお送りしましたが、モデリスト仕様になっているのもすごくかっこよかったですよね。また機会があれば通常仕様もご紹介できればと思っていますので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思っています。実際にカローラクロスを契約した方、試乗された方の感想、また動画の感想などぜひコメントに書き込んでいってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。